おはようございます。はい、宇佐テラスの後ろからここは入りますね。なんかホテルの中に入ったような感じですけど、正面に見えるのがザンパビーチですね。ザンパビーチロイヤルホテル、ホテルですね。で、右側にあるのがウザテラス、沖縄で有名なテラスグループのホテル、上等なホテルですね。もうそこの中の、こんなとこ歩いていいのって感じな場所を今歩いてるんですけれど、これ中じゃないんですよね。ホテルの中じゃなくて外なんですよね。でここは誰でも歩いていい場所になってます。白い服着たホテルのスタッフの人が朝から清掃活動してるのを見てると、モルディブっぽい雰囲気の場所でもありますよね。懐かしい風景だね。はい、ウザ海岸、こんな感じで来てます。はい、軽石あるか見てみましょうね。ちなみに今は朝の7時です。早くから動いてますね。今日大潮で、台風1号が沖縄の南海上で、ぐるぐる巻いてて、でももう小笠原が強い風になってるって朝のニュースで言ってたんで、もう沖縄には全然来ないんですけれど、昨日まで吹いてた南風とか、東風はなくなって北風が吹くようになってしまいました、夜から。で、結構穏やかな海が続いてたんですけど、こんな感じでうねりがね入ってくるようになってます。さて、軽石はどうなってますかね。見た感じ、こういう軽石はもういつから、去年の年末ぐらいからもうずっとある軽石ですね。これがここにありました、去年の年末も。はい、このラインね、ずっとありましたね。で、普段海が来てるのはこの辺のラインで、今日も大潮でここまで来てるんで、この辺がマックス来るところなんでしょうね。で、ここで見た場合、もう軽石ゼロって言ってもいいぐらい何にもないですね。だからここからザンパビーチロイヤルホテルがあって、ウザテラスがあって、で、向こう行くとアリビラがあるんですけども、ホテル日光アリビラ、もうこの辺のホテルはもう全然軽石ないと考えていただいて OK だと思いますね。はい、軽石と関係なく遊べるホテルが良かったら、この辺のザンパ、アリビラ、ウザテラスはいい選択肢だと思いますよ。はい、じゃあ写真撮ります。はい、ウザテラスの後ろから移動して長浜ビーチにやってきました。北風になってるんで、ちょっと溜まってんのかなって思ったんですけど、これは軽石なんだろうか。軽石ですね。軽石がやっぱちょっとだけありますね。でもボートで沖に出ても浮かんでるんで、まだやっぱり北風になったらこうやって少量ですけど流れ着いてくるんで、
のが現状ですかね。ここは北風が当たる場所なんで、そういう場所だとやっぱりこうやって溜まってくるんですよね。階段のこのスロープのここに軽石がありますね。でもこうやって見てもあそこに溜まってるだけで、ここに全然溜まってないっていう。2月の段階ではここにものすごいいっぱい溜まってたんで、もうその3月、4、4月、2ヶ月経った段階で、撤去作業とかもねしてもらって、すごい綺麗になったと思いますね。あ、でもそこにあるね、軽石がね、はい。いやでも綺麗だと思いますよ、北風にしては。はい、じゃあ写真撮ります。おはようございます。7時半ぐらいに来ました。北風が吹くようになってしまったこの大潮、軽石がいっぱい打ち上げられてます。あ、てっきりすげえ綺麗になるんだろうなって思ってて、ずっと待ち望んでいた大潮だったんですけどこの大潮のタイミングに合わせて台風の影響で北風が吹いてしまい、いつもにも増して軽石がこんなに来てます。まだこんなに浮いてたの、海にそんなバカな。せっかく綺麗になってきたかなと思ったんですけれど、まだまだ沖にはたくさん浮かんでたようで、北風に吹かれてえらい汚い海になってますよ。まあ、長浜ビーチも、まあでもここマリブビーチがこの状態であることを考えたら、長浜ビーチ綺麗でしたね。もっと少なかったですよね。ここは本当にたまるんだな。うわー、本当にここが綺麗になったら本当沖縄の海は全部綺麗だってことが照明につながるかもわかんないですね。おいだ。あ、でも渡れるぐらいの川になってますね。いやー、もう全体ですね、マリブビーチはもうずっと軽石がまた戻ってきちゃいました。なんじゃこりゃって感じ。せっかく綺麗になると思ってたのにな。北風は怖いですね。この大潮の時にまたこの量っていうのが泣けるというか、またこの普段海がなかなか来ないこの一番陸側のところに軽石がたくさん置かれちゃうっていうことなんで、大潮が終わってから中潮小潮の段階でずっと東風とか南風が続いてもあんまり綺麗な砂浜にならないんですよね。ああ、たくさんあるね、いっぱい浮かんでますね。ここ北東のエリ風でたまるエリアなんですけど、北東じゃないんですよね、吹いてるのが。だからここに来たら綺麗になりました。
北風なんだね。この岬の影にここは入って、あ、入ってるけど、でもちょっと浮かんでますね。うわー、ここまで海が来てたんで、昨日まで全くこの雨水でできる川なんですけど、これこの川の中には軽石なかったんですけど、この川の中にもいっぱい入ってきてます。なんてこったい。なかなか綺麗にならないね。また2週間ぐらい撮り続けなければならないっていう。ちょっとそれにもショックですね。そろそろ終われるかなと思ってたんで、昨日いっぱい砂漠化してたこの辺りの軽石は浮かんで、多分向こうに流されちゃったのかな。沖には出ないと思うんで、あそこに少しだけね浮かんでますけどね。この辺の軽石は動かずに、また新たに向こうに置かれてますね。はい、じゃあ写真撮ります。はい、最西端まで行って、今正面の出入り口のところに戻りつつあります。いやー、これ最西端がちょっと綺麗になってたんで、っていうことは東端のエリアが、まあ、綺麗になったんですけど、これまた軽石向こうに打ち上がってるんじゃないかなという、まあ、嫌な予感がしますね。最西端からずっとこの辺正面まで水面に軽石が浮かんでて、うちの方にも軽石結構ありますね。もう見えます。あ、軽石ずっと沖から続いてますね。西端ほどではない。川つながってますね、海と。うわ、うわ、マジか。びしょびしょだ。あ、軽石は入ってないですけど濁ってます。うねりが入ってますね。でも思ったより全然綺麗ですね。もっといっぱい軽石が、打ち上がってるのかと思ったんですけど、全然そんなことないです。西端はやっぱすごかったですね、ここに比べたら。正面の方は軽石が沖の方から流れ着いてるのが見えるんですけど、あそこもこの正面に色ついてるとこ ありますね。あそこね、沖に色ついてる軽石がいっぱいありますね。これからなのかな。なんか怖いな。確か明日も北風だったんですよね。
波にいっぱい軽石もあってなってますね。ああその辺ね、波の色が軽石の色の波ですもんね。あーあれ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 、マジで。見えますかね。あ、今は大丈夫ですね。あの辺見えないかな。はい、じゃあ写真を撮ります。はい、軽石が浮かんでるの分かりやすいですかね、ここから撮ると。色変わってるところがねずっと続いてるんですよね。で沖の方にもね色の変わってるのがね結構こっからでもありありと分かるんで、これもしかしたら明日はもっとすげえいっぱい打ち上がってるかも分かんないですね。空は綺麗なんですよね。憎い北風です。以上です。はい、ムーンビーチホテルに来ました。軽石は、この辺にあるのはねもう全然動かない軽石なんで、これぐらいは全然大丈夫。ここはやっぱりネットがあるんで全然入ってきてないですね。ああ綺麗ですよ、すごい綺麗。オイルフェンスはすごいね。でも網があるんで 100% 軽石を防ぐためのものではなくて、普通に遊泳禁止区域を区切ってるフェンスだと思うんですけど、でも現に軽石が全くないので、掃除をされてて綺麗なのかちょっと定かではないですけど、すごい綺麗ですね。ムーンビーチびっくりしました。はい、写真撮ります。タイガービーチに来ました。あれがカフーで、シェラトンサンマリーナで、向こう側がモントレー。ムーンビーチの一個隣のホテルですね。軽石浮かんでますね。ここもオイルフェンスがあるんですけど、隙間のあるオイルフェンスで港とかで使ってるタイプではないですね。だからそうですね、モントレーの前のビーチにも軽石があるのが色で分かりますね。この辺の軽石はもう動かない軽石なんでいいんですけど、この辺の軽石は多分今日ついたやつですね。こうやって置かれていくんですよね。今日が北風なんでまあこんな風になっちゃったんですけど、昨日一昨日に来てたらもっと綺麗な砂浜だったんでしょうけど、まあ真実を伝えるのがこういう、定点観察撮影のいいところなんで、まあ、北風吹いたら今はこれぐらいになるんだよっていうのが記録できてよかったと思います。はい、じゃあ写真撮ります。はい、じゃあ続いて、マンザビーチホテル来ました。ここはもう最初から軽石がほとんどなくて、ずっとおすすめできるホテルなんですけど、
こうやって残ってるのはもうだいぶ前の軽石で、この辺にはねもう去年の年末からずっとあるんですよ。で今日はちょっとだけあるね。これ今日浮き上がった軽石だと思います。でもこんだけ、あとこの海もすごい綺麗だし、北風が当たらないエリアなんで、マンザビーチのこっち側のビーチはもう全然泳いで快適に泳げると思います。うん、やっぱり綺麗だね。はい、よし、じゃあ写真撮ります。はい、アッタビーチに来ました。まあ、少し浮いてます。あ、でもお家にあっちの方にも中行くのお家ぐらいに浮いてますね。あそこにも浮かんでますね。やっぱところどころ今日は北風なんで浮いてますね。うん、ここも昨日一昨日に来れば綺麗だったと思うんですけれど、北風が吹くとやはりこれぐらいは、流れ着いてくるっていう例だと思います。三内ビーチの砂浜にも結構、結構じゃないな、結構みんなここは撮ってくれてるんですけれど、今日この辺ですね、多分この大潮で流れ着いた軽石がビーチ全体に広がってますね。ここもオイルフェンスみたいなのはなんかあるように見えるんですけれど、あまり役には立ってないみたいですね。はい、うん、はい、はい、アッソ小学校の裏側のビーチに来ました。ここは、すごいいっぱい軽石が前もあって、まあ、今もそれは残ってはいますね。で川がこんなでかいのなかったんですけど、雨いっぱい降った時にできたんですね。まだ水が溜まってます。であそこにね黒い塊が、重機入れてね撤去してたんで、それがねまだあそこに残ってます。もっといっぱいあったんですけれど、それはもう陸にあげたんですね。で取ってもらったにしてはまだいっぱいあるなっていう感じで、で今日の北風でも、あそこにも浮かんでるし、浮かんでますね。で波打ち際にもたくさん軽石があります。ここもね北風でたまる場所なんで、でも沖を見てそんなにはたまってない、浮いてないですね軽石は。でも向こうのここになってる向こう側の波打ち際はそんなに軽石溜まってないので、風がこうなんでここに溜まってるっていう北風特有の溜まり方で、こんだけ長い海岸線があると、風向きによって軽石が溜まるエリアっていうのはもう限定的になって、今日はここに溜まってるってことですね。明日また北西とかに風があれば向こう側に溜まっちゃうっていうので、コロコロ変わります。はい、こんな感じです。でここ隣が三内ビーチですね。で向こう側に見えてるのがブセナテラスですね。はい、向こうが遠いとこです。遠いとこに見えてるのがブセナです。はい、はい、晴れくらいにとカリウシとブセナの近くのビーチに来ました。もうあんまり軽石ないですね。前もここは少なかったように記憶してますけどね、あんまり浮かんでません。風はあこっちから来てるからカリウシのあの浜で全部大体取られてるのかな。でもこう来てるから晴れくらいには軽石ありそうですけど、見た感じなさそうですね。OK です、写真撮ります。はい、カリウシビーチの風が当たる方の
浜ですね。あえて重機入れてきれいにしてるんですね。まあそのおかげか全然軽石ないです。浮いてもいないですよね。少ないのかな。浮いてないですね。マリブビーチがなんであんなに浮いてんだろうと思うんですけどね。ないな。はいはい、さっきの狩石の浜から少しだけ進んで宇瀬名ビーチのすぐ隣じゃないな、まあ横に来たんですけど、宇瀬名テラスはもう最初から去年の年末から全然軽石がなくて、っていうのはまあ西向いてる浜なんで全然軽石がなかったんですけれど、今もね風はこっち側から来てるんで、宇瀬名テラスの向こう側の浜には軽石あるかもわかんないんですけれど、みんなが泳ぐ側のビーチは軽石が来るわけもないんですよね。西風が吹かなければ。だからもう行くまでもなく綺麗だと思ってたんですけど、まあやっぱり綺麗ですね。はいはい、はいはい、あれが宇瀬名テラスですね。で風が当たってる側のビーチに来たんですけど、まあいっぱい溜まってましたね、やっぱり。でちょっと見えないんですけれど、見えにくいんですけれど、あそこのもろ風が当たる浜ですね。なんかもう色黒いですね。この色黒いですね。これは軽石かな。ちょっと見に行けないんで何とも言えないんですけど、まあ、あそこは軽石だと思いますね。ここもこんな溜まってるんで。で、あそこも沖からどんどん流れ着いてますね。 あっちにもあるな、軽石。やっぱ北風だとまだこんなに溜まるんだな。もうこんなことにはならないだろうなと思ってたんですけれど、まあこんな風になっちゃいましたからね、もうしょうがないね、これはね。もうちょっと時間がかかるのかもわかんないです。はい、写真撮ります。はい、高知のビーチに来ました。もう結構すぐ隣なんですけどね。あそこ宇瀬名でしょ。でから後ろなんだっけ、サンコーストホテル、サンコーストホテル でこっちが、ウエストあれ DR だっけ、 WR だっけ、ブルーウエスト違うか、なんだっけ、忘れちゃった。あ、ここすごいいっぱい軽石あったんですけど、去年の年末は、4ヶ月経ってすごい綺麗になってますね。で風はこっちから来てるんで、ここは綺麗ですね。あそこのさっき撮ったところに風が当たってるんで、ここは軽石全然ないです。はい、ここが最後ですね。女村、もうここ名護市です、ね、もう名護市のホテルまで見に来ましたけど、やっぱマリブビーチってちょっと異様に多いですね、軽石が。こうやって全体を見ると。で、次に多いのがそこ、宇瀬名の裏、表側っていうか、宇瀬名の表側は綺麗なんで、みんながあまり来ない側、北風が当たる側はやっぱ軽石がいっぱいありましたね。あとはでも綺麗ですね、北風吹いてるけど、まあ許せる範囲の、海
海岸になってますね。はい、じゃあ帰ってまとめます。